えっとね、今でも全国部落調査くださいいみたいな、ね、メールや電話がが来るることがあるんですで学校や職場で動画研修みたいなのがあってそこで「全国部落調査」っていうのは、まあ、部落致名相関みたいなもんだから買ったり見たりしたら駄目だよって言われてそれで興味を持つっていうパターンが多いんですね。 でここでまあ大前提としてねあくまで事実を説明しますよ。うちから欲しいも何もですねこれ事実上インターネット上でも公開されてる状態で「童話地区 w とか「童話地区,話地区 .com」で検索したらいくらでも出てくるので別にそのわざわざ書籍を手に入れる必要っていうのはないですね。であと、まあ、出版禁止の仮処分が裁判所から出されてるんですけども これはあくまで、まあ、仮の処分ということで正式なものではないですし、民事だし、で、あくまで事転者に対して出されてるものなので、まあ、まあ法律上は一般の国民には何の関係もない話で、佐賀だったかな、なんか高校生がこれを印刷して、で、本にして、で、メルカリで売ったら、 え、なんか役所とかその辺から怒られて始末書を書かされたみたいなことがあるんですよ。まああれこそ人権侵害でね。えー、別にこれ印刷したらダメってことないんです。で、まして犯罪でも何でもないんですね。だから、まあそれで役所からあれこれ言われたり、新聞でなんか騒ぎになっても、そんな無視すりゃいいですからね。事実としてね。で、今ね、印刷会社っていうのは、じゃあこういうものを印刷に出したからって断ったりあれこれ言ってくることはまずないですね。 印刷物っていうのは別に広く配布するものだけ,だけじゃなくて、印刷会社っていうのは社内文書とかね、そういう社外費の文書の印刷も受け負ってるので、でそういうものについてあれこれ言ったりとかね、ましては外部に漏らすようなことになると印刷所としてはもう信用問題になるんで、特に今情報管理厳しいですからね。だから印刷所っていうのが、絶対にその、こんなものを印刷して消しからんとか言って、 ね、解放同盟に垂れ込んだりすることは絶対ないです。まあ別に印刷を推奨してるわけじゃないですよ。事実としてそういうことを申し上げておきます。で、じゃあこれ何なのかっていうことを説明すると、えー、作ったのはね、うんえー、財団法人中央融和事情協会っていって、これ大正時代ぐらいに作られたね、まあ、国策の部落問題解決のための融和団体ですね。 でそれで昭和10年になんでこういう調査したかっていうのは実は水平社が関わってるんですね水平社が前年の昭和9年にまあこれこの全国部落調査を実施せよというふうに議決してるんですねまあそれを受けてやったっていうことなんでしょうねだからね戦前ってまあ今と同じぐらいかあるいはねひょっとすると今よりむしろね民主主義というものが機能したところがあってで水平社っていうのもねまあ共産党が関わって ててまあ政府の敵みたいなところあるんだけどもでもしっかりとですねその水平社の意見というのも政府が聞いてたんですねだ、まあ、まあでもこれもね面白い今でもまあその戦後もそういう流れがあってまあ、解放同盟がこういう部落の調査をしろって言ってえー、政府がやると で、そういうものはね、図書館にあったりして、これに限らずですよ、そういうのが図書館にあったりして、そこにブラック一覧が書いてあるっていうパターンは今でも多いんですよ。だから、まあ何が言いたいかというとね、こういう、これをことさら問題にするっていうのはもうそもそも無理筋なんですよ。そもそもじゃあこれやったの誰やらせたの誰だと。こんなものはなんで存在するのって言ったら、それは解放同盟、あるいは解放同盟の前身の水平者で政府がやったことですから、それでね、 そのじゃあ、これを見つけてコピーしたからって、それで犯罪者扱いみたいにされるのはおかしいと思うんですね。で、これ、どこにあったかっていうと、えー、社会事業大学の図書館です。東村山だったかな、あそこに社事代っていうね、厚生労働省の天、まあ、下りの大学あるんですけども、そこの図書館にあったんですね。で、その社会事業図書館っていうのがね、あるんですけども、それ全身がですね、えー、中央社会事業協会って、 っていう団体なんですよ。もう名前からして冊子がつくと思うんですけども、この中央融和事業協会とは結局同じような団体です。ただ、今のね、全国社会福祉協議会の前身なんですね。で、これは、まあもうお察しの通り、えー、今でいう厚生労働省の参加。当時はえと内務省社会局っていうところですね。そこの、まあ、甘というか、外郭団体だったわけです。中央社会事業協会の、まあ、 研究所のね、図書室の増書を、まあ、社会事情大学の図書館が引き継いでるので、まあ、これがあそこにあったっていうのはもういかにも話なんです。で、その後、まあ、東京都のエセ童話の方々が社会事情大学に圧力をかけてですね、今も見れなくなってるんですけども、それでこの内容についてね、説明すると、まあ、内容そのものもこれも YouTube で出すなって言われてるので、まあ、せいぜい表紙と前書きぐらいしかこうやって出せないんですけども、うん まあ実はあと印刷所で印刷したやつも、これはあくまで個人的に自分は持つためですよ。この中見るとですね、結局何が書いてあるかっていうとね、まあ都道府県別にですね、まあ当時東京都ないですかね、府県ですね、府県別に、えー、部落の所在地の地名ね、で、部落名で個数人口、えっと、主要産業、副業、あと生活程度、 っていうのが、まあ、書いてあるわけです。で、まあ、これを、まあ、一つ一つ調べていけば、まあ、現在その場所がどこかってもわかるんですけども、じゃピンポイントでわかるかっていうとね、そうでないケースが多いです。まず、地名がね、昔の地名で、当時の、あの、今と違うっていうのもありますし、あと結構ざっくりとっていうところがあるんですね。えー、小技まで書いてある場合もあるし、大技までしか書いてないっていうのもある。 小技まで書かれていたとしてもですね、その小技全体が部落かっていうとまた違う場合の方が多いんですね。あくまでその中の一部っていうパターンが多いので、全国の、全国部落調査の地名を見れば、立ちどころにその部落の場所がわかるっていうものでもないんですね。で、こんなこと絶対にね、その職場の童話研修とかそういうのじゃ教えてくれないんだけども、地名がわかったら、 ブラクが分かるというものではないんです。ね。ほとんどの場合、ブラクっていうのは、まあ、ある村があって、その一部に、その、まあ、得た否認というね、え、先民の身分が固まってる場所があったっていうパターンが多いし、まあ、中には中に点在してる場合もあるので、混在してる場合もあるので、地名でそれでイコール、その、ブラク民が分かるっていうものではないんです。ほとんどの場合は。あとですね、この全国ブラク調査っていうものの、この、 部落っていうのもね、被差別部落だとか、選民だとか、そういうことを書かれてないんですよ。そういうふうには書いてないんです。で、まあ実、これ中央、言う事業協会がまとめたんですけども、直接的に調査したのは、えー、府県ですね。で、府県も多分ね、市町村に依頼してると思うんですね。だからそのあたりでね、あまり、その、部落は何かっていう統一的な基準があったわけじゃないので、その辺もまちまちで、 で特にね、大阪なんかは、あのー、日本橋のね、昔長町って言われてたんですけども、日本橋の辺りなんかも書かれてる。ながらとかね。で、あの辺、あと西成ですね。西成、今、童話地区指定されてるあそこ、インチキ童話地区ですから。いわゆる、その、先民ということではなくて、あくまで、その、貧民地区というのかな。貧民地区とか、都市スラムっていうようなところも書かれているので。だから、この部落っていうのが、被差別部落って という意味では必ずしもないんですね。で、当時社会局っていうのの、やっぱしこういうものに取り組んだっていうのは、差別問題というよりはですね、やっぱり当時はね、まだ社会の格差っていうのは今より激しかったので、その格差っていうものが社会不安の原因になると。それで、まあ極端にその貧しい地域っていうのを何とかしていこうっていうことが政府としてはあったので、 だから、これもね、府県にもよると思うんですけども、特に大阪なんかの場合は、これ明らかにね、その、選民とか、その、被差別身分とかいう観点ではなくて、その、都市スラムっていう観点でその地名が書かれてるんですね。これに載ってるから、イコール、その、差別される地域とは言い難いところもあるんで、差別っていうよりあくまで貧困ということですね。 だからねこういうものを公表することについてはねまあ、一番その抵抗してるのはまあ解放同盟とまあ法務省という政府っていうねまあこういう調査をもう戦後もずっとやってきてねもう,もう一番のこの情報の発信源の連中が一番これに対して怒ってるんだけども、まあ、それ以外でまあこれの公表について危惧を覚える人って ってていいうのもいてやっぱり地名でね短絡的にここはブラクだからそこに住んでる人はブラク民だっていうふうに判断してしまう人が出,るのは出てしまうのでそういう弊害があるんじゃないかって言われるんですよねただそういうことを言ってるのがあの政府とか解放同盟の連中ですからねあの僕は裁判でそんな違うって言っても言い続けてるわけですから地名が分かりばブラク民が分かるとか言ってね。だからこれに 書かれていて、いじゃあそこに自分が住んでいたからじゃあ自分がブラ民クミンっていうわけでもないしそこ,そこに住んでる人が全員がブラ民クミンかっていうわけでもないしでそもそもブラックで、まあ、いわゆる被差別ブラクでない地名というのも相当載ってるのでだからそういう短絡的にじゃあこれがわかるからそこが被差別対象だっていうものではないっていうことはちゃんと理解してこれは見ていく必要があります。 ブラクチ迷走館との関係なんですけども、ブラクチ迷走館って1960年代末からまあ70年代半ばぐらいにかけてですね、えーまあ、主に調査会社、探偵、更新所、あるいはまあその周辺のちょっとうさんくさい、えー、今でいう反社みたいな人はね、こういうのをブラクチ迷走館で作ったんですけどまあそれの元になったのがこの全国ブラク調査っていうふうに言われてます。で 昔はね今よりもっと出回ってたらしいんですね古本屋なんかでもこの全国部落調査結構出回ってたらしいんですねだからそういうものを、えー、まあその調査会社なんかが書き写して持ってたとでまあ1975年でしたかね一番大きな部落致名送還事件をやった坪田義次っていう人はまあ直接これを見たわけじゃなくてこれを書き写したものを なんかホンダなんとかとかいうねんそういう探偵者が持ってたやつを、まあ、その書き写しをさらに書き写して作ってそれで坪田さん自身が図書館なんかで現在の地名を調べてそれで作ったっていうものだそうなんですねだからブラック致命送還の大元がこれっていうことですねいろいろな変遷を経てでブラック致命送還が作られたっていうことなんですね。 だから、ブラクチ迷走官の元ネタが何かっていうことについてね、長らくタブーだったんですよ。多分ね、解放同盟あたりの人は知ってたんだと思いますよ。いや、それは、うん、差別のために作られた資料じゃなくて、まあ、こうやってね、差別解消のために水平者の要求を受けて、政府の外郭団体が作ったものですよっていうことも、まあ、僕は解明したわけですよ、完全にこの証拠を見つけてね。それで、まあ、もう一つ、事実です、事実として。 まあ、結婚差別とかね、就職差別とかいうふうに主張されてる事例っていうのはまあいくつかあるんですけども、その原因が全国ブラックあるいはブラック相関だったっていう事例は一つもないです。大抵はね、もうその動画事業とかやったりとかね、あるいはブラックって言ってももう有名すぎて、水平社の活動だったり解放同盟の活動なんかやってるから有名すぎて、 そんな、こんな資料とは関係なくもう前から知られてたとかですね。あとあの、就職差別なんかだと、リン保官の隣に住んでる人がね、えー、まあ実際その人はよそから来たんで、部落ともは本当は何の関係もないはずなんだけども、それで、就職の時にひっそりと襲されたっていうような事例があるみたいなんですけども、 まあ、ぶっちゃけて言ってしまうと解放同盟の活動とかですね、ああいう童話施設の方がよほど弊害が大きかったわけで、これを使って差別が行われたっていう事例は一つもないです。で、今もうネットでこんなもう盛大に公開されて誰でも見れるような状態になってるんですけども、それでもじゃあこれを使って差別が行われたっていう事例もまた一つもないです。これも事実です。 プラクチ瞑想感というものがその差別を受動するものだっていうのはもう完全に風評の類いで嘘なんです。完全に嘘です。だからもう違うっていうことは実証されてますからね。もう完全にこれが見つかったことで。まあそれでもやっぱり既得権益から逃れられない人が、まあ、差別が差別があっていって、でまあ裁判所もそれにね、えー、乗っかって、ああいうなんかもう無理筋の ね仮処分出して、で、衛セ同話行為を助長してるっていうのは、まあ今のえ日本の実態ですねえ。ということで、今日はあの全国プラク調査について説明いたしました。